はい、お便りごとよすくらにんです。今日はですね、あれこれカメラ難しいなこれ。ああ、そっかそっか、手前だからかすいません。今日はですね、レーベン勤務でおはようございます。満員電車に揺られまして、私はですね、稲沢市、鴻宮というところから乗るんですけど、特急に、揺られですね、地下鉄に乗り継ぎ、1時間はかかんないけど50分とかそんなもんなんかな、通勤しました。世のサラリーマンの皆様お疲れ様です。私はいつもあの車なんでやっぱね大変ですね。はい、高校の頃を思い出します。はい、いうことでございまして、今日はですね、レーベンに、勤務でございます。ただいま店内は誰もいません。はい、倒産寸前です。はいということで、あのまだ営業してないからね、あの今日はあのお客さんが来ることを、あのあなた、ご覧のあなたにですね、あのお越しいただくことを切に、願っているという感じでございます。はい、まあ、別にあのそんなに来てもらっても困るんですけどあの、まあ、でもせっかくだからやっぱりこう、ああごめん、こぼしそうになったせっかくだからやっぱりね、なんか顔でも見に来てくださいよ。で、前回ですね、あのポテロングをですね、くださいと、その代わり DJ を教えてあげるからというふうで、募集したところですね、山のようなポテロングが集まってしまってですね、結構もう在庫間に合ってますんで、あのポテロングの受付はもう現在終了してますんで、ただあのどうしても陽介管理人に ポテロングを食べさせたいというあなたはですね、全然あの受けて立ちますので、あの望むところです。あの山根会長モードです。もう陽介管理人もね、はい、あの望むところは受けて立つと、いうことでございます。はい、いうことで、まあ、あの店内散歩という感じで、でももう狭いからな、はい、まあいいや、ちょいちょいピックアップして紹介しておきましょうか。これ皆さん知ってます？このね、コルグの、コルグ、はい、コルグっていうとシンセとかのイメージあると思うんだけど、これスピーカーなんですけど、コルグのコネクトっていう、コネクトっていうやつなんですけど、こんだけちっちゃい、こんな感じ、原数台で、どうなの40センチぐらいなのかな。で、奥行きがこんな感じなんだけど、これね、Bluetooth も使ったりだとかできるし、なんかね、これ店内の BGM とかめっちゃいいっすよ。そんなにね、場所取らないし、一発でね、結構なりますからね。ちょっとしたミニライブとかもできるぐらいです。で、あのスタンドも確かついてるの。ポールぶっさせますからね。なかなかこれいいですよ。はい、あれありか。っていう感じで、なし崩し機材紹介コーナーみたいな感じですね。はい、まあ、で、まあ、あの定番のですね、あの機材がいっぱい置いてありますね。はい、これは、CDJ2000NEXUS です。はい、2000、はい、NEXUS2 か、ね、CDJNEXUS だよね。はい、あとはあの 4O も置いてあります。 4O はなんか昨日大阪の DJ シンさんのバイナルのイベントでも 4O が来てたっていうことですけどね、あのこれ現場でぜひ鳴らしたいな。超高級 DJ ミキサー、世界で一番高級な DJ ミキサーという感じなんじゃないですか。なんと80万、安い、はい。あ、これ電源入れてなかった。朝ね、はやっぱ電源あの入れないといけないんだけど、はい、これはですね、デノン DJ、 あれ、これスイッチどこにあるんだ。あ、これか、デノン DJ の SC5000 っていう、これみんな知らないでしょ、これ、はい、これどうですか、これ、はい、起動画面、これね、結構いいっすよ。うん、何がいいかっつうと、なんとですね、これ1台でですね、2チャンネルかけれるんですよ。要は出力が2個あって、要は、なんか 2チャン、3チャンとか1チャン、4チャンとかできるんですよ。はい。で、まあ、例えば、じゃあまあ、見せるか。うん。例えば、こういう風で、まあ、曲入れるじゃないですか。はい。で、入りました。で、なんとですね、ここに、あれ？あ、ここにレイヤーって、あ、うん、このボタンね。ちょっと難しいんだよ、これ、自撮りしながら。
レイヤーというボタンがあってですね、なんとこれを押すとですね、はい、もう一ちゃん出てくるっていうねこれでもう一ちゃん入れれて、デュアルで、プレイできるっていう、すごいヤバネタっていう感じですね。はい、うん、はい、でこちらのモニターは、パイオニア、おっとパイオニアですね。パイオニアってスピーカーのイメージない人いるかもしれないですけど、これかなり安くていいですよ。はい、なんかね、久しぶりに来たんだよな、1ヶ月ぶりぐらいかもしれない。いろいろ忙しくしてるんですよ。あ、出た、これね、現在のオタレコの化石頭DJ 業界はみんなあれだよね、これもう話題殺到しているというね、DDJ400 か、うん、ですね、はい、まあオタレコ TV で もう紹介済みですけどね。はい、ですね、まあ主な特徴でもないんだけど、パッドがね、これ四角になったの、ちょっと横長だったんだね、前で、それで四角になった分、こっち側にキュッてなって、その分、ピッチコントローラーの幅を長く取れるようになったみたいな、うん、感じで、結構いいですよこれも。はい、うん、ですね、はい、こんな感じで、はい、うん、はい、とりあえずジュクジュクやってみるっていうね素人的な発想でございます。でまあ DDJ400 に、レコードボックスが現在つながっているという感じです。であとはですね、レコードボックスに、バッチリのですね DDJXP1 ですね、はい、ボタンがいっぱいついてるという感じで、ホット Q のあれとかいっぱいできるということですね。はい、というものもございます。はい、これ何に使うんだ、知らない人これ本当何に使うんだろうっていうね、本当に意味不明ですけど、分かる人は分かるんですよ。はい、あ、触っちゃった触っちゃった、はい、いうことでございまして、あとはですね、今をときめく DJMS9 ですね、パイオニア DJ の、スクラッチミキサーと言っていいかな、うん、でございます。今現在ですね、こちらのセラート DJ ですね、フロムニュージーランド、セラート DJ ニュージーランドって知ってましたか皆さん、はい、につながっているという感じですね。青いコントロールバイナルがいいですけどね。昔これ問題発言かもしれないんですけど、なんかお尻に、小学校の頃お尻に なんか当てて、なんか先生に提出するっていう青いフィルムの色がこれじゃないですか最近ないのかな分かる人は分かるっていうね、はい、いうことでございますが、でこれ朝から一人でこうやって喋ってるっていう、どう思いますか、42歳、頑張れよ仕事みたいな、はい、MC6000 マーク2ですね、はい、もうこれ散々言ってますけど、陽介さんに、こいつの名機っぷりったらもう本当に素晴らしいんですよ。何が素晴らしいかってもう本当力説しちゃいますけど、朝からもうね、フェーダーの感覚とか、あともうつまみの軸の、感覚とか、全てにおいてハイクオリティです。で、これはもう完全に無駄にですね、このフロントにですね、マイクの EQ がなんとマイク1とマイク2別々でこうできると、もう完全にこうアメリカの言いなりモードみたいな感じがしますけど、こんなにいるのかっていう話ではあるんですけど、総合的にこれ非常に素晴らしいです、はい、で質感もいいです。だからパイオニアじゃなくてもいいよっていう人はこれもう陽介さんに超おすすめです。もちろん使ってますよ私も、はい。であとはですね、最近ですね、お買い得なのがですね、このマイク、はい、マランツプロフェッショナル、なんかすごい機材が置いてあるから紹介しやすいな、マランツプロフェッショナルのコンデンサーマイクです。これ見てください皆さん、ちょっとプロっぽくないですかこれ、はい、で軸もですね、これアルミじゃないよな、まさか、うん、アルミなのかな、ちょっと分かんないけど、相当しっかりしてる。でなんとこのマイクが2万円ということでございます。安くなりましたね本当に、うん、はい、安いというか、こんなマイクで2万円もするのっていう人は勉強不足です、はい。であとはね、こういう声の跳ね返りを抑えるっていうやつですね。これ皆さん
ボーカリスト、ラッパーの皆さん、これ使ってますか？これ全然違いますよ、これ。はい、いうことで綺麗に取れる声がね、はい、いうことでございます、はい、頑張ってるな朝からこれ。はい、でこれもうさっきね動画撮ったんだけど、ライブの画面になぜしておかなかったっていうね、マシーンの画面でやっちゃったね。はい、いうことでございまして、こちらのコーナーですね、最近密かに売れているアダムですね、 T7V、 これ動画でも撮ったのがめちゃくちゃできいいですから、はい。であとこれジェネリック、8331A 知ってますか？これ同軸の、ジェネリック、これバスレフっていうか、こう上からね低域がこう上下にこう抜けるような仕組みになっていて、ちょうどTAD っていう高級スピーカーブランドの ME1 なんかはこうサイドから抜かすっていう、仕組みがあるんですけど、これは縦から抜かすっていう感じですね。はい、これこれ置いてあるとこなかなかないでしょ。これ50万しますからね。50?53 万、高い高いけどいい。はい、いうことで、であとはですね、インターフェースは RME の、ベイビーフェイスプロですね。これはもう音質に関してはかなり高評価なので、好きな人にはたまんないじゃないですか。はい、で、ファイアフェイス UCX もございますね。はい、いうことで RME のオーディオインターフェースのことならお便りください。はい、いうことで、ですね。で、ここに鎮座してるのはマシーンですね。今、クラシックセット？ストリングスセットかな？あ、オルガンだ！あ、いい音してるじゃん。うん。はい、気持ちよくなってますね。はい。ですね。で、あとは、プッシュ。ですね、エイブルトンライブとプッシュで連動させてやってますね。おい、あ、今なんとローパスフィルターがかかってしまってるではないか。ローパスフィルターの帯域をですねこうやって上げるとシュワーってなるからね。皆さん、フィルターのって何なんだっていう人ね、はい、こんな感じで、こんな感じですね。でこれはね、これよく見るじゃないですか、これ何なんだ、わー触っちゃった。何なんだって言ったら、この、ま、要はですね、ここに、音楽のループ素材、すげー簡単に言っちゃうとループ素材とか音の情報が入ってるんですよ、うん、でこれが例えば、一番左が 1,2,3 じゃないですか。で2番が 1,2,3,4,5 じゃないですか。でこれボタン見てみると、これも一番左が 1,2,3 で、あれ、ああ、おかしいな、なんだろう、ああ、多分見にくいだけど光が、一番左が 1,2,3 で、2番目が 1,2,3,4,5 じゃないですか。それでボタンこうやって押すと、はい、あ、ちょっと最初からやるとさ全部これ切っちゃってさ、はい、で、まあ任意の音が入れてあるわけですよ。で、これ押すと、はい、こんな感じで始まるわけですね。で、このカラのとこを押すと止まるんだけど、うん、はい、こんな感じで、で押すとどんどん変わっていくわけですね。はい、こんな感じで、あー楽しい、あー楽しい、あー楽しいな。はい、という感じでございます。これもプッシュって言ってね、エイブルトンライブの専用のコントローラーですね。いい、ここのゾーンいいな。でなぜかこれを隣にですね PT01 スクラッチが置いてありますね。はい、これは何を隠そうポータブルのスクラッチアイテムという感じですね。はい、なんとフェーダーがついてですね、こんな感じで、はい、うん、という PT01 スクラッチ、なんと、フェーダーとですね、スピーカーがついちゃったというアメリカ人的な発想ですけどね、
でもこれもめちゃくちゃ売れてる。うん、いいと思いますよ。はい。で、あとはまあ MPC、あれ？さっき俺電源入れんかったかな、これ。あれ？ MPC ですね。MPC ライブが置いてありますね。で、鍵盤、MIDI 接続することによって、まあ音階もスムーズに出せれるというようなふうにセッティングしてありますね。スピーカーはジェネリックの、8020D と 8010A とどっちつないだんだろうな、ちょっとわかんないけど、うん、これね、まあ、いわゆる業界標準のプロの人が使うっていうねやつです。あとこれ面白いですよ、ロリっていうんですけど、これまあ、普通にミディコンなんですけど、鍵盤なんだけどなんかねふわふわしてんですよはい。でこれもパッドになってて、はい、これもなかなか面白いんで、気になる人は触りに来てください。はい、いうことでございます。まあまあなんかいろいろと、ああでこっちね、うん、なんかもう機械苦手な人大嫌いな感じでしょ、こういうのはい、まあローランドの TR-8S も置いてありますしね、なんかコルグのね、なんかこういうのも置いてありますので、いう感じでございますね。あとね、ヘッドホンなんかもいっぱい置いてありますから、はい、ヘッドホンぶっ壊れた人はぜひぜひ、視聴もできますんで、一部だけどね、いうことでございます。各種、コントローラーもいろいろ常備してございますので、よかったら遊びに来てくださいって言いながら、バーって来られると困るんで、はい、なんかどうしようかなっていう人は別に大丈夫ですまあまあまあそんな感じで今日も一日頑張ります。皆さんも暑いですけど頑張ってください。ありがとうございました。